の姉こと目に行ったスカット。義実家は地元である加工食品の店をやっている。リーマンの息子たちも、旦那、義弟、琴目たちも、長子長女、末っ子、次女、後を継がなかったので、高齢の乙女を気遣って、ここ数年は、同居の義弟嫁さんが手伝っていた。義弟嫁さんは、店のある商品に愛着があるので、大好物、自ら喜んでやっている。乙で、三代目の、そこそこ老舗だが、後継ぎは、店のある職人さんに決まってる。ただ、後のことを考えて、販路を拡大したいと、乙女が子供たちに相談。みんなで寄り合って、ちょっとした経営会議をしたが、姉乙女は、私無理。忙しいから。と参加せず、面白半分で、私と妹乙女が協力して営業活動もどき、義弟嫁と乙女で試食会をやった。すると、ちょっとした大口の安定したお客さんがついた。ウトから頑張った女性陣へ食事会をプレゼントしてくれた。妹乙女が、お姉ちゃん、来たかったら来てもいいけど。ん？あ？と、ものすごい嫌味な電話で誘ったら、さすがに来なかった。ここまでが2年くらい前の話。この4月、どうやら姉乙女の旦那が、転勤の内事が出たらしい。家も建てたので、今度は単身赴任になりそうとのこと。そこで、実家の家業を継ぐと言い出した。後で知ったが、姉乙女の旦那はその気なし。今の家から、義実家に旦那が通勤。義弟嫁が、手伝いも乙女の介護もすれば、自分は楽ちん、うまあ。乙女もちょっと置いて、心が弱ってるかな。と内心ヒヤヒヤしてたが、ウトが会社員が急にやるって言ってもできない仕事。京都のどこかの店みたいな大きいところでも兄弟で揉めて大変なことになってるのに、うちは〇〇さん後継予定の職人さんに任せるから放っておいてくれ。と一周。後で天然とめが、あの子は昔からいつもそう。手伝いもしないで後に来て一番に食べてる。親の顔が見たいわ。あ、私か。しばらく、トメと私たち嫁の間では、親の顔が見たいわ。が、ちょっとしたギャグとして流行した。